どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日ですね、こちら ANAJCB ソラチカカードのね、ゴールドカードが発表されましたよね。それを受けまして、今回の動画ではですね、 JCB の、クレジットカードの、年会費の割引方法っていうのをね、解説させていただきたいと思います。JCB にはですね、スマリボっていうサービスがありまして、これを利用すると、年会費の割引、プラス、ポイント2倍っていうサービスがあるんですよね。こちらについてね、解説していきたいと思います。代表してね、こちらソラチカカードもこちら JCB で、こちらだとですね、本来、ソラチカカードの場合2200円の、年会費から、850円になります。で、先日出ました、ソラチカカードのゴールドカードだと、15,500円から、15,500円に値下がりするということで、ゴールドカードに至ってはですね、5,000円の割引で、ソラチカカードですね、こちらだと、850円の割引ですよね。ってなるとですね、こちらソラチカカードって ANA のクレジットカードですよね、一般の。ですので、850円を支払って継続ボーナスでね、1000マイルもらえるんですよね。ですので、もしね、ソラチカカードをね、今も持っている、もしくはですね、今後 ANAJCB ソラチカカードのキャンペーンを利用してね、マイルを貯めるっていう方で、保有される方はですね、ぜひね、こちらの登録をして、年に1回使わなきゃいけないんですけども、そちら利用してね、年会費割引受けるようにしてください。850円を支払って1000マイルがもらえるっていうことなんで、1マイルね、1円以下でね、もらえるわけなんで、またね、いずれ他の動画でね、解説しようと思ってるんですけども、ANA のね、クレジットカードって結構複数枚保有することができてですね、その中でも一般カードは年会費割引を受ければですね、結構なんですか、私蔵カードっていう意味でいいんですかね、持ってるだけで、こういう割引制度を利用してマイルが1000マイルもらえるっていうね、っていうのもありますんで、これはね、また別の動画で紹介しようかなと思っております。 JCB クレジットカードのこのスマリボっていうサービスなんですけども、これね、三井住友カードのマイペースリボってありますよね。こちら結構やってる方、多いと思うんですけども、三井住友カードの場合はですね、初月はリボ払いに設定しても、金利がかからなかったりとかね、後から、増額返済みたいなのもすごいしやすかったりとか、今現時点ではですね、年会費の割引もこのマイペースリボを登録して、本当に絶対使わないよね、月100万とかね、50万とかに設定して、設定しとくだけでですね、年会費の割引が受けれたりとか、結構ね、楽な部分があるんですけども、このスマリボっていうのはですね、初月から金利がかかります。ですので、一般的にはおすすめではないんですけども、注意点をしっかり踏まえてね、利用すれば、年会費の優遇が受けれたりとかしますし、こちらはソラチカカードの場合は、割引後1000円以下になりますし、ゴールドカードですね、5000円のね、割引が受けられますんで、かなり大きいですよね。っていうこともありますんで、ちょっとね、この動画見てる方で、こういうの利用したことないっていう方はね、ぜひ参考にしてみていただけたらなと思います。年会費の割引を受ける方法なんですけども、年間1回のクレジットカードの利用。これはいいですよね。ただ単にクレジットカード利用するだけで OK ですからね。最悪 Amazon ギフト券15円分切るだけで OK なわけなんですよね。で、もう一つは、このスマリボの設定なんですよね。これがメインでね、の話になるわけなんですけども、この三井住友カードの場合は、このマイペースリボをね、自分で金額を設定できるんですけども、これがね、スマリボの場合は JCB が自動的にね、設定するということで、自分で設定ができないんですよね。で、選べるコースは2つだけ。
5000円と、1万円のコースっていう風になってまして、まあこれを超えると、まあ、自動でねリボ払いにね切り替わるっていう感じなんですよね。ですので三井住友カードのマイペースリボと、ね、比べるとちょっとね、難しいんで、難しいっていうか、まあなんて言えばいいんですかね、注意しなきゃいけないんですよね。もちろんねこのスマリボにもですね、このマイペースリボのように、まあ、繰り上げ返済っていう機能はもちろんあるんですけども、まあ、これね これもですねこれもですねできることはできるんですけども、金利を発生させないためにはですね、コンビニにね月に2回ぐらいダッシュしなきゃいけないんですよね。まあちょっとね今のところまあ動画にしようとは思ってないんですけども、まあそういうこともまあできなくはないわけなんですけども、まあ今回はねちょっと割愛しようかなと思っております。で選べるコースが5000円と1万円ということなんで、これさえ守っていればこの年会費のね割引は受けられるんですよね。ですのでコースを選択していただいた時に5000円なのか1万円なのかっていうのねはっきり覚えといていただいて、まあそれ以上利用しなければねリボ払いには切り替わらないので、そういう利用の仕方をすれば年会費、割引がね受けられますんでっていうことなんで、この何ていうんですか、年に1回の利用とこのスバリボの設定はね今言った通りなんで、この設定をした上で Amazon ギフト券15円切ればね、まあ、OK なわけなんですよね。ですんでこの注意点だけ押さえといていただければ年会費割引受けられますんでね。ですんでコースを選んだ時にね、どっちを選んだかをね忘れないようにしてくださいね。で最後にですね、このスマリボの、登録の仕方ですね、これどうやって登録するかというと、まず MyJCB にログインしてもらいます。そうするとねちょっと画面出しておきますけども、リボ分割払い&キャッシングっていうところに、カーソルを合わせるとですね、左側にですねスマリボ登録型登録&変更っていうのがねありますよね。ここをクリックしていただきます。そうするとお支払いコースのね選択が出てきます。残高スライドゆとりコースと、残高スライド標準コースっていうこの2つがね出てきますんで、月ね、まあ、5000円以下であれば、まあ、どっちでもいいんですよね。5000超えないであればどっちにしても金利は発生しないのでどっち選択していても構わないです。もし、5000円以上1万円以下でね、まあ、利用したいっていう場合は、下のね残高スライド標準コースっていう風に設定していただければ OK です。で1万円超えないようにしてくださいね。で1万円以上超えてくると金利が発生するようになりますんでね、この点だけね抑えて利用するようにしてくださいね。でちなみになんですけども、これをねスマリボを1回登録してじゃあどうやって解約するかっていうと、本当に今の手順で同じ感じで入っていただくとこちらから解約ねすることができますんで、いやもうリボ払い解約したいんだと思った時は、まあ、ここからねまた解約を選択するっていう感じになります。いかがだったでしょうか。今回は JCB のクレジットカードね、割引年会費割引方法をねスマリボを解説させていただきましたけども、まあ、そこまで難しくないですけども、やっぱりねリボ払いって聞くとあちょっとやだなって思う方ね、まあ、多いと思うんですけども、この方法さえねちゃんと覚えてね利用すれば年会費割引が受けられますんで、ぜひねやったことない方はちょっとやられてみてはいかがかなと思います。まあ年会費がね、まあ、安くなるっていうのはね、特にゴールドカードを持っている方は、まあ、5000円値下がりすると結構大きいですよね。ですけどもどっちのコースにしても5000円と1万円になってますんで、基本的には JCB のクレジットカード、まあこのソラチカゴールド、まあソラチカカードもそうなんですけども、メインカードで決済されている方はこれやんないでくださいね。メインカードにすると普通に1万円5000円ってすぐ超えてしまいますよね。そうするとまあ金利が発生してしまいますんで、まあ繰り上げ返済の方法はあるんですけども、まあ、ちょっとね手間でもありますんで、メインカードにしている方はこちらの設定はねあんまりおすすめではないですかね。
どちらかというとメインカードにしない方向けっていう感じになりますかね。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。